その他競馬レース展望です。この時間は12月6日水曜日の展望を行ってまいります。この時間はサンケイスポーツの門田光雄さんの解説です。門田さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3日間連続開催の初日の開催が終了しました。あいにくの天気ということで、雨思いっきり降ったわけじゃないですけど、降ったり止んだりね。そうですね、ちょっとね、長く今もちょっとまだ降ってるんですかね。レース終わった後もね、どれぐらいこれから降るかでね、ちょっと明日の馬場もね、ひょっとしたらリアヤオンからとかいう可能性もありますよね。ああ、そうね。今最終レース終了後にね、今お話しさせていただいてるんですけど、はい、現段階ではそんなことです。そして、現在、夕方5時現在の情報で言いますと、広瀬渡る騎手が今日3レースまで騎乗されていたんですけども、4レース以降乗り換わりで6クラ騎乗変更となりました。どうやら腰の痛み、腰痛だということなんですけども、残念ですよね。そうですよね、結構ね、やっぱり水曜日ですか、楽しみな馬もね揃ってるんでね。そうなんですよ ね、 もしね、乗り換わるとすると、もし、ちょっとね、そう、乗り換えが発生する可能性もなきにしもあらずということですので、また詳しい情報はですね、これから更新していくと思いますので、皆さんでチェックをお願いいたします。それではその6日の番組表です。ご覧のようにメイン11レース、そして1つ前の10レース、この2つのレース展望していきます。まずはメイン11レース、水曜競馬ランド馬王エゴ放送中記念です。3歳以上の A1、A2 の混合戦1230メートル戦にフルゲート12頭が顔を揃えています。さあ、門田さんは印こうなりました。このようになっています。8番ドンフクリンが本命、その広瀬騎手が騎乗予定なんですけども、ここは乗り換えとなるか、そのまま継続なのかというのはちょっと現段階では申し上げられませんが、ドンフクリン、前走地上からやってきて A2 クラス勝利、勝ちっぷりも良かったんじゃないですか。強かったですね。点から抑え込んで、しまいに最初からかける競馬だったとは思うんですけれども、外枠だったんで、ずっと外を回らされる形になりましたが、豪快に差し切りましたよね。そこまで展開に恵まれた感じもしなかったですし、数字通り強い内容だったと言っていいと思います。今回A2 から A1 ということで、これクラスに、よく壁があると言われるんですけれども、前走の勝ちっぷりならば、オープン場相手でも、期待して、いいと思います。はい。そして対抗がその隣、7番のビナーサクセスに対抗印が入っています。こちら5ヶ月の休養明け、笠松のサマーカップ2着以来というレースになりました。実績とか展開とかを考えるとこれちょっと初距離なんですけれども、これが一番本命に妥当かなって最初は思ったんですけれども、ちょっと能見今ビデオでちょっと見れるんですけれども、見た感じの動きがちょっと本来のものからするとちょっと物足りないなというふうのが個人的な、ちょっと感想なんですよね。その能見が2週前だったんで、そこからどれだけ攻めとかで復調してるかだと思います。なるほど。そして3番で評価、黒三角3番のトリニティノット、こちらに入りました。前走三着馬鞍上の中田騎手は今日免許走逃げ切り勝ちでした。そうですね、鮮やかでしたね。この距離でこのトリニティノットも抜群の安定感がありますしね、これも当然勝ち負けになると思うんですけれども、これはどちらかというと外枠より内枠はちょっと外枠の方が良かったかなというふうにこれは思うんですよね。やっぱり外回っていいイメージがあるんで、今回は多頭数の内枠ということでうまいこと外へ出せるかどうかっていうのが影になるんじゃないかなとは思います。そして4番手評価、二重三角9番の光栄アンカー、千馬8歳実力、そりゃすごいグレート競争でも2着がある馬なんですけども、今年はなかなか勝てずという中で今年まだ1勝もしてないんですよね。さすがにちょっと年齢的なものがあるのかなっていう感じはするんですけれども、休み明けちょっと感覚やったら前走より明らかに状態は追い切れてるということで、上だという話ですし、オープン今回久しぶりに56キロで走れますからね、前走より前進は間違いないと思います。わかりました。そして最後の印2番のタガノプレトリアです。
A1 クラス勝ち元差のない4着でした。前走こちらですね、そうですね、まあ、今回ね1230になるんですけれども、まあね、実構想実績自体はねありますし、まあ、その前走なんですけれども、まあ、うちにね入れてすぐ入れてねうまい立ち回りを見せていましたからね、うん、まあ、今回ね内枠引けたということでロスなくね立ち回れればね、うん、多頭数のね混戦だけにね、うん、チャンスはね十分あるんじゃないかなとは思います。はい、わかりました。これを踏まえてのフォーカス解明です、加藤さん、こうなりました。3連単勝負ということで、8番のドンフクリンはこう連の軸というイメージですね。そうですね、やっぱりね、うん、頭から本当は狙いたいんですけど、やっぱり A2 からね A1 ということと、やっぱりね客室的に、うん、取りこぼしもね可能性もあるかなっていう感じで、うん、はい、こうしました。わかりました。3連単のフォーメーション24点です。水曜競馬ランド馬王エゴ放送中記念メイン11レース、発走予定時刻は3時50分となっています。では一つ前の10レースいきましょう。3歳以上特別 B1 クラス 1400m 戦、頭数10頭。さあ帰ってきたガリバーストーですが、印はこうなりました。唐津さんは本命の方は1番の萩のアグレッシブの方に打たれました。 B2 クラス勝利、今回昇級戦と最昇級ですね。そうですね、まあね、成績見るとね1着より2着3着の方がね多い馬なんでね、うん、まあ、取りこぼしがね多い印象あったんですけれども、まあ、4走前にね強い勝ち方をして、まあ、前走もねこの馬にしてはね結構前々で運んで早め先頭からね、まあ、これまたね危なげなく勝ち切りました、うん、まあね調子いいのはもちろん、まあ、8歳馬なんですけれども、ね、なんか進化している感じがねするんですよね、まあ、このクラスでもね勝ち蔵がありますし、うん、昇級でもね好勝負になると思います。はい、そして対抗に3番ガリバーストーム、4歳馬カステのね2歳王者今田園田では5戦無敗という、まあ、およそ2年ぶり膝の骨折から、うん、帰ってきました。そうなんですよね、うん、まあ、私がね、まあ、取材始めたのが2022年なんで、まあ、この馬の、ね、走りちょっと生で、ね、見たことはないんですけれども、はい、私もそうなんですよ、はい、そうですね、同期ですもんね、同期ですかね、はい、我々、まあね、リプレイだけでもねやっぱりその強さがねやっぱり伝わってくるんですよね、うん、即知れる、ね、能力を感じるんですけども、やっぱりね何せ2年近いね、うん、やブランクがあって、まあね、今回金牌にね出走するツムタイザンもやっぱりね長い休みで復帰戦はやっぱり4着に負けましたからね、うん、まあ、それはともかくね、まあ、どんな競馬をしてくれるかっていうのはねやっぱりある意味ね金牌と同じぐらい楽しみですよね。そうですね、うん、あとは広瀬騎手が騎乗できるのかどうなのか、はい、もうそこですね、うん、そして3番で評価黒三角、8番のクフィールです。こちらは、まあ、東海でね走ってまして重賞でも前線していた馬、前走はこちらに来て、転入初戦が6着でした、うん、まあね、前走18キロ増えてたんですけれども、まあ、太いっていうよりねちょっとやっぱりね緩くねやっぱり馬体がね見えたんでね、まあ、叩いたね上積みはね十分あるとは思いますし、うん、まあ、今回はね本領発揮を期待したいですね、はい、4番で評価二重三角は6番のキーチキングです。転入初戦が3着、まあ、後藤立ての3着でした、うん、そうなんですよね、後藤立ての、ね、3着をどう評価するかなんですけれども、まあ、ちょっとね苦しくなってからねもう一伸び効かせてましたしね、うん、目処は立ったと思います。まあ、2走目でね頭数増でも、うん、今回がね進化を問われる一戦だと思います、はい、最後7番のハイラブ産経に白三角、大崩れなくというねレースぶりですけどね、うん、まあ、ちょっとね前走勝ち馬のねサラキャサリンが強すぎてね離されてしまったんですけれども、うん、まあ、この馬なりにね足は使えてましたし、まあ、4走前にね減給で2着の実績もありますしね、まだ見限らないと思います。はい、ということでこれを踏まえてフォーカスです。3連単、1番が頭と3番が頭というね、あ、こういうフォーメーション、そうですね、はい、やっぱりね、うん、あの負けるならねこのちょっと道じゃないですけれども、うんうん、まあ、個人的にねちょっと見たことのない道というか、うん、ガリバストームだけかなという感じがするんで、なるほど、分かりました。こちらになっています。発走予定時刻10レースは3時15分です。そして楽しみなレースはねこの一つ前9レースのジアウレ認定のアッパートライ競争、こちらはもう、うん、クレーの園田ジュニアカップへ向けてのマミエミ桃太郎、統計勝太郎、クラウドノイズなど、まあ楽しみですよね。そうですね、まあね大半がねこのここからねあの、うん、ねクレーね行くと思うんでね、うん、やっぱりね勝ち負けだけじゃなくどういうね各馬がねレースをしてくれるかっていうのはすごく楽しみですよね。ね、明日はね重賞はその次の日のね、うん、その金牌ですけど、明日はなかなかね、そうなんですよね、面白い、まあ、前夜祭にねふさわしいメンバーがね揃いましたよね。はい、皆様どうぞお楽しみください、うん、ということでこの時間の解説はサンケイスポーツ軽田みそうさんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。